テンタセ、こんにちは、エンタゴンです。はい、エンタゴンのゆうとです。キルです。ウソクです。今日は、僕たちの、バッグ、荷物を紹介したいと思います。いや僕のカバンです。ブランドの名前はカピタルです。名古屋で買ったです。いいね、いいね。이게약간청바지재질로돼있어가지고이거를빨수가있어요빨면또물이자연스럽게빠져서되게예쁘게좋아합니다僕はシュプリームですね。これロンドンの、やっぱお店で買って、あ、나이거사는거봤어。お、そう。モチミ、モチミだよ。うん、黙っとけ。モチミ。じゃあ、木野さん。僕はギターみたいなカバンで。かっこいい。これはドグレイティストという韓国のブランド。この前韓国でファッションプログラムの MC をした時に、つけた。あ、つけた。선물로。아니야이야이야이야僕가연주한번보일수있어요아대박스ありがとうございます何これ早速じゃあカバンの中身を一人ずつ紹介していきましょう僕は帽子帽子これもキャピタルこれはクロマチ저는이제항상모자를굉장히좋아하기때문에帽子めっちゃ好きから가방안에도모자를항상챙기고다닙니다自分は音楽やってるのでヘッドホンをやっぱわー高いもの高いもの高いものですこれはファッション用としてやっぱやっぱヴィンテージの服に合わせたりするときにやってこれは飛行機のときに音もシャットダウンできるし音質いいのでこれを使っております似合ってるなんか色が特別だからそうなんか黒とか白っていうよりかは、まあ、緑の方が誰もかぶんないかなと思って、僕同じこれシナンさんフイさんが僕の誕生日プレゼントビッツあビッツや、シナンさんフイさんありがとう、でも僕はね、似てるけどちょっと違うコンパクトイヤホンです同じですおお同じ同じ。왜왜왜이걸사용했어요저는이게なんでこれなんですか배터리가있으니까달면은이제기상으로이렇게챙겨요僕にとっては AirPod も使うけど、これはファッションのように。やっぱファッションが多いんですね。めっちゃ持ってるよ。めっちゃ持ってるね。全部持ってるね。次のもの。ああ僕は。嘘だこれは。これは。これ本当に理由があります。何ですか？僕がラディオ DJ 今지금하고있는데그거기에나오는이제게스트분에서이제편집자이자소설가이신김화진작가님이라고이제그분께서나한테이제선물로주셨어요그래가지고꼭읽어본다고해가지고지금항상챙기고다니고있어요여기도있어그리고여기적어주셨어요우석씨만나게되어반갑습니다どこまで読んだ3ページです。めっちゃ本と言ったら私も。ああ、嘘つきたち。これはこれは全部読みました。私たちが27歳だった頃というたくさんの芸能人の方が27歳だった時にどういった環境の中で戦っていたのかっていう。でもまだ未知のね27なのでちょっと読んで頑張っていきたいなという思いで買いました。すごい。じゃあ木野さん。お。ニキビパッチ僕には本当に大事韓国で有名ですもんね、有名ですよ今も知ってるちんちゃやばい티가안나요티가안나서정말좋아약국에서쉽게구할수있는쉽게구할수있죠でも이런나브랜드のものを使ってみてたけど、はい、これが僕には一番次はい次エアベンドおーおーえ밥이랑같이입속에이제이걸이걸안하면은머리카락이같이들어요그리고막밖에서요즘풋살을또자주하니까코레아브랜드와나이키です나이키です나이키ですよ자안경와たくさん持ってきたよねレイバンがすごい好きでこれ特注で自分の合うサイズを作ったりでこれも多分レイバンの中で作ったケースメガネなんですけどそのレンズがちょっと黒いサングラスとかかけれないのでちょっと丸いレンズを特徴としたメガネを普段で買うようにしてますでこっちはケースはプラダなんですけどその
入ってないやつ。あー、プラダはない。うん、プラダじゃなくて、やば、こっちもこれもレーファーなんだけど入ってないやつ。ただファッションのために。そう、ファッションのために持ってる。認めます、認めます、認めます。あ、なぜかというと、僕たちみんながサングラス、ね、あ、本当に好きだから。僕も。え、うん、あ、あります、あるよね。僕が熊本さん。僕が熊本さん。그때당시저에게めっちゃ高いもの。아이게이제킹스맨에나왔던아안경인데컬트레인글로스라는밴드고요일단저도이제안경을다뺐고요옆면이되게예뻐서옆면이랑이앞에이약간얇은이느낌이좋아서깔끔해졌어요かっこいいです僕のターン。はい、お願いします。僕がいつも持っていくペン。はい。絵を描きますから、どこでも絵を描くように持ってきました。なるほど、うん、あ、描きました。あ、あ、あ、それだけ。当てます、当てます。本当に。じゃあ、はい、はい、次は僕はあの、ピゼトイラの映画館でパプコン주면주는거였어요그래서이렇게이벤트때もらったよ기어처럼이렇게딱かわいい。かわいいね。그래서그냥이렇게심심할때이렇게아생각이많을때그리고이것도비슷한용도인데이제자전거그기어기어ですね기어인데、네、이제이렇게이렇게돌릴수도있고일단이색깔이너무예뻐요그래기래네예매차기래였어오랫동안앉아있을때노래나갈때가끔이렇게でもなんかしたくなりますよね、無造作に。これはどこで買ったんですか。クーパン。ああ、クーパンで。これもクーパンだから。얼마주고샀어요。7,000원。ああ、저는3,000원더해서받았네。まあ、ね、その1000円。ね、配達で買ったんですね。僕が使ってる香水を紹介します。ああ、わあ、高いものね。匂いがすごい長続きするので、これを使うようにしてます。あとこの木のキャップが好きなので。うん、自分手大きいのでこうやってフィットするやつを探して、やっとロイベのこの香水にたどり着きました。ああ、ゆとの匂いだこれ。ちょっと強いんですけど、強い方が結構ね長続きするので、ロイベの香水を愛用しております。香水紹介してて僕も、はい、どうぞ。ルラボというブランドの3×33 香水を本当に好き。だって家に50個の香水があります。でも外国に仕事をやりに行く時には、はい、こんな小さいものを持ってきます。どんな匂いですか。ナム。ナム、木の香りがする、うん、でもあ、バイオレットある。あ、気楽になる匂いよ。バイオレット匂いだよ。素敵な匂いですね。あ、どうですか。香水、香水。저는이거요。はい、이거는이제컴포드예전에공항해외출장갔을때면세점에서샀는데돌아올때되게이거지금들어보시면거의다썼어요제가향수를한통을사실거의다써본적이한번도없는데이거는다쓰고다른향수들은많이썼는데다머리가아팠는데이거는오히려뿌리고나면기분이좋아지는이샹네되게좋아서저는이제악세사리악세사리인데요크로마츠목걸이이거는이제판이고요그래서이걸두개레이어드하면되게예뻐요그다음에자세히보시면안에다이아가박혀있거든요네여기는이렇게네개박혀있고이게하나박혀있어서되게예뻐요그리고약간이유행타지않는그런게되게멋있다고생각을해가지고이거는생일선물로누군가저한테생일선물로아좀멀었다이건 DJL 의팔찌팔찌도사실너무많아서근데그중에서오늘차고온거를한번가져와봤고와이뻐요그러네목걸이도하나있습니다네이것도친구가선물해준겁니다めっちゃ友達のプレゼントじゃない友達たくさんいるよね엑셀다이스진짜너무좋아요じゃあ한두크림これ브랜드わかんないでも韓国で텐바린지そう韓国にしか売ってないやつですよねこれ텐바린지日本にまだないって聞いてジェントルモンスター知ってる。ジェントルモンスターの香水ブランド。あ、そうなんだ。あ、진짜これももらったんですけどなんかすごい特殊で어떻게나오는거야こうやって出すんですよ。で、匂いがすごい良くて、もう香水みたいな匂い。
ぜひ韓国に行った際、このハンドクリーム求めて、ぜひ買ってほしいです、みんなにも、はい、ねえ、僕は携帯、携帯しか残ってないんですよ。この携帯を買った理由は、このケースがしたくて、これはペットモン。でも黒松の感じがあるんじゃない、うん、それでいいと思います。それで買いました。なるほど。先生なんで黒松の僕はオフワイト。はい、これもプレゼント。あ僕はプレゼントがたくさんある。で、저는사실이꺼낸제핸드폰의모습도되게좋아요。이게금색인데이게포인트인데사실퀄리티근데케이스도예뻐서한번너무고맙습니다저도이제또다음다음갈게요저는이제립밤이런립밤같은경우는바르기편하게좀큰사이즈를되게선호하는데이게되게크게크게나와가지고플루프와한국어로써있어요저분뭐립크림은2個왔대이거는구찌의립프오다가이물어이거는자기전에누르는거아바이레도거네이거는다가이물어디자인이너무예뻐요이거는자석이에요아そうなんですよ磁石で잠깐거래하나찾았다매력거래뭐피제토이됐어아근데이런이런게있어거래미따이아거래미따이やめて僕は아지갑예디올르프레젠토조금만프레젠토프레젠토프레젠토僕は그사랑을되게많이받고자라는거같아요아이사레キャラですからね원래는중학생때받았던첫어머니께받았던지갑을항상쓰고다녔는데지갑을선물받았어도사실바꾸기가싫었어요그한테는그게되게의미가큰지갑이어가지고근데디올이라서바꾸셨군요아니야그지갑을잃어버렸어요 아잃어버렸어잃어버렸어요제가떨어뜨려가지고잃어버려서집에그냥있는거봤을때그냥이게제일간편해보여가지고이걸쓰다보니까지금까지쓰게된것같아요그러네3년정도3년아네僕の財布아シャネルの可愛いやつ韓国はカード文化なのでここにカード入れてで日本来た際は小銭あお母さん の, あのお手紙入ってるんですけどロマンチックこれでもお母さんごめんね 今見せる羽目になると思わなかったですゆっとえゆっとえ朝食食べてね納豆もゆっくりできなかったって違う本当に現実的なあのお母さんがちょっとお仕事行く前に本気だよ本気そうやっぱ長野出身なので朝とかねあのバイバイできなかったりするので韓国戻る日にでお母さん朝食と一緒にメッセージいつも置いてくれるんですけど捨てるのが本当になんかありがたいメッセージなので財布に入れて保管しております。うん心が温かくなったよ。はい、ここまで僕たちのバッグでした。どうでしたか。그냥가방을소개하면되겠지라는마음이처음에있었는데막상내가방안에있는거를보여주니까뭔가얼거워서느낌이하즈카시네하즈카시です。こうやって中身見てみて、あ、年取ったんだなって感じました今。昔だとなんかお菓子入ってたり、ちょっと汚かったり、いらないものが入ってたりしたんですけど、香水なんて持ち歩いてハンドクリームを使わなかったの。僕は他の意味で恥ずかしかったよ。恥ずかしかった。あ、まあ。カバンも小さくて、中身もちょっと恥ずかしいけど、これは本当になんか僕にとっては本当に大事なもの、大切なものだから紹介できて嬉しかった。めっちゃかっこいいよこれ。忘れ物ないよね。怖い。今日は僕たちのカバンの中身を紹介しました。ボーグジャパンの他の動画の方もぜひチェックしてみてください。ハートセ。テンタスイ以上。テンタでした。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。